存でこうスタートしてる2つを早く追い越したいみたいな。勝ったけれども、負けてられるから。僕も結構アスリート長く見てきたことあるんですけど、やっぱり体つき違うよね。はい、じゃあアギバスチャンネル始めていきます。今日はですね、スタッフに実際にインタビューということで、レースインの院長にですね、あと4日で実際にオープンするんですけれども、実際の今の現状であったりとか、数字の状況であったりとか、予約の状況含めていろいろと聞いていければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。実際に今オープン4日前ですけど、予約状況ってどんな感じですか？今で大体予約その件数としては84件ぐらい、ね。オープン4日前での84件ってことは、まあ、オープン時に100件目標なので、あと今日ね、まだまだ日数あるので、まあ、行くんじゃないかな。それは硬いよね。あとはじゃあ1ヶ月回してどういう流れになるかっていうところだよね。そのための刺激の準備っていうのは大丈夫そう？PR スタッフも行っていただきますし、あとはこのウェブの部分とかホットペーパーも多分今日から掲載が始まってるので、それでもこれからの集客とかも問題はないかな。浦安の実際の患者さんの状況としては、どこからの流入経路が多い？意外とウェブが多い印象ですね。事前にこうネットで入ると問診票を作成していただけるので、結構その予約サイトを見るとウェブでも問診を作りましたってマークが結構ちらほら多いので、意外と電話とかよりかはウェブの方が7割6割多いかな。あ、でも3、4割は電話で来るんだ。そうですね、まあ、もちろん電話もゼロではないんですけど、はい、でももちろんウェブの方が多いかな。チラシとかティッシュとかも全部もうウェブ予約になってるからね。そうです。その影響は結構大きいですね。あ、そうなんですね。問診票とかも結構書いてきてくれる人多い、ね、結構もうほとんどの方が書いていただいてるので、まあ、ちょろっとこう見てみると意外とこう悩み持った方が多いなっていうのが印象ですし、年齢層的にもまあ30代40代、まあ、若くて20代の形なので、まあ、以前僕がやってた新宿とほとんど似てるかなっていう印象は。今その電子問診票の話だったんですけれども、うちにも全部電子問診票という形でやらせてもらってて、実際に患者さんが来てから問診票を書くんではなくて、来る前にもう問診票を書いてもらった状態で来るので、オペレーションがねすごいスムーズに回るようになってます。まあ手書きの時間とかもないですし、また患者さんもまあ分かりやすいというか、まあ、そういった部分では現場からもいいですし、まあ、患者さん側にもとてもいいのかな。うん、あと浦安の実際に来てくれる、まあ、予約されてる方の年齢層とかその辺はどう？それが大体今30代40代、まあ、高齢の方はそんなに入ってない印象なので。あ、そうなんだ。どちらかというと現役バリバリ働かれる方の方が多い印象かなと。あとは住んでる方の地域、はい、この辺はどう？地域ですと、ここの住所は北栄なんですけど、美浜区の方だったり、あとは猫座根の方だったりとか、まあでも駅の周辺は多いかなって形です。じゃあ遠くから来るっていうよりも、まあ、本当にこの地域の方々が予約を実際に取ってくれてるんです、ね。そうですね。働く場所というよりも、どちらかというとやっぱりベッドダウンというか、住んでる方多いもんね。はい、そういう印象です。増野さんに、ね、入ってもらって新しいプロジェクトとして委員を展開していくんだけども、はい、その辺の意気込みとかってどう？初めてのプロジェクトなので、ね、もちろん緊張もあるんですけど、うん、その代わり第1弾なのでめちゃめちゃこう楽しみでもありますし、逆にやってやろうみたいな、そっちのなんか意気込みの方が、はい、まあ不安もあるんですけど、うん、不安よりかは楽しみだとかやってやろうとか、うん、まあ、そっちの方がまあ勝ってる感じですね。なるほど。しかもこのプロジェクトを回しながら今山崎君はですね、統括委員長という立場なので、この店舗だけじゃなくて基本的に今後千葉全体を管理する形でもね。でも松戸と西船橋を持ってるので、うん、まあ、ここでまあ千葉また浦安任されて、僕はプロジェクトもありますけど、逆にまあ既存でこうスタートしてる2つを早く追い越したいみたいな。統括だけれども追い越したい負けてられるかっていうのは、そこもちょっと圧倒的にね見せつけてくれればなと思うので、はい、一番はねこの地域の方々に喜んでもらうことだと思うので、はい、一人一人大事にしながらやってってもらえるといいかなと思います。あとやっぱそのプロジェクトで増野さんがね今回関わってくれるって話で、やっぱり紹介でアスリートの方だったりとかが結構来てくれるかなと思うんだけども、はい、その辺の対策じゃないけれども、ね、比較的まあスポーツの方だとまあ体にまあある程度予備知識ある方も多いと思うんですけど、まあ、ある程度多分外傷の勉強とか、まあ、改めて解剖学とか運動器とか、まあ、僕自身もまあ資格取ってから長いので、まあ、改めて勉強する必要はあるのかなってところでは、僕だけじゃなくてやっぱスタッフにも覚えてもらわないといけないのかなっていうふうにはやっぱり思ってるので、まあ、もう一度教科書開こうかなっていうのは考えてますね。僕も結構アスリート長く見てきたことあるんですけど、やっぱり体つき違うよね。筋肉が違うよね。多分普通の方の質と多分アスリートの質は多分違うなっていうのはなんとなく思ってるので、うん、まあ、実際にそれに直面してみないとわからないんですけど、ある程度こうインプットした状態では臨もうかな。最後、あと4日後に浦安院をオープンするんだけれども、これを見ている全視聴者に抱負をお願いします。どちらかというと、中生学生とか中途でなんか困ってる人向けに、ギブアスのこの新しいプロジェクト、こ
こんなに素晴らしいんだよっていうのをちょっと語ってもらえますか。はい、まあ、僕自身も中途入社で入ってすごくこうやりがいも感じてますし、今自分の持ってた新宿三丁目離れて、まあ、新しいプロジェクトの参加できる、これは非常にもう楽しいですし、マンネリ化もしないですし、そういった面では非常にありがたいことだなと思ってます。今の抱負としては、まあ、このレースインを盛り上げることですし、あとは自分の持ってる千葉エリアっていうところも、まあ、一緒にこうよくできたらなっていうのが一番の抱負ですね。千葉広いからね。広いですね。はい、どんどん進出していきたいですね。はい、そうですね。まあ、東京よりの千葉が、ね、基本的に多いけれども、今後はまあどんどん展開次第では分からないので、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、ということでですね、今回山崎委員長に来てもらいました。これからね、松島さんと協力してですね、この委員どんどん盛り上げていけるようにですね、僕含めていろいろ協力し合ってやっていければなと思います。はい、よろしくお願いします。ということでですね、この動画いいなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価、そして公式 LINE の方登録していただくとですね、いろんな特典ついてくるので、ぜひその方の辺の登録もよろしくお願いします。ということで、山崎先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。